はいみなさんこんにちはエレクスにこしの森間です。 V マジック攻略講座の模擬講義ですねこちらの方を始めていきたいというふうに思いますで今回はこちらのです、ね、V マジック会社法、商法といったものを使っていきますからこちらをお手元にお出しいただければということですねそれからまあ体験冊子で受講の方もいると思いますがそちらの方を使っていきますでこの会社のテキストなんですけれども492ページ492ページの債権者保護手続きこちらについてお話をしていきたいと思いますからそちらをお出しになっていただければというふうに思います では、えー、始めていきましょうか。今回はですね、えー、暑い中、お集まりいただきありがとうございます。えー、まあ、私も昨日知ったんですけれども、あの昨日きまあ、今日の予定を調べていたら昼なんですよね。まあ、最初、えー、もちろん夜かなと思ってえー、まあ。予定を立てていたら昼で。なんでこんな平日の昼間なんだろうと思ったら、今日祝日でま山の日と言ったことになるようですね。でまあ、山の日ということでお話をしていきますが、あの何年か前ですかね？山の日。 だから山がつく講師に全部なんか講演会かなんかしてもらおうみたいなイベントを社長が考えて駆り出されたことがあったというのは思い出して確かに夏に山の日があったなっていうのは覚えてるんですがやっていきましょうか。 ということでお話をしていきますで、まあ、この V マジック攻略講座、まあ、来週です、ね、開校しますが、まあ、いよいよ基準点の発表後に開校といった形になります。もう多くの方がこう申し込まれていますけれども、これから申し込もうかな、どうなのかなということで考えている方もいると思うんですね。ぜひ講義を実際聞いてみて、あこれならやっていけるぞと、こういう講義を聞いてみたいんだという方がいれば、ぜひ一緒に頑張っていただければと思います。やっぱりこう自分にに合う講義とか、まあ、特にこの 中上級者の方であれば苦手なところを埋めていくということが必要になりますから自分がそういうことを求めていたよって講義をしっかり選んでいく必要がありますですからこの v マジックの講座だけではなくレックでも運の講師、根本講師の方うが講座それぞれやってますからあるいは他校にもありますのであるいは独学ってう手もありますよね何が一番いいのかということをしっかり今の時期に戦略を練ってもらいたいということですよね。で今は迷っていい時期です ただそれが終わったら、あ自分の信じる教材あるいは自分の信じる講師にもうしっかりついていくというふうなことになります。でこの時しっかり迷うことが重要で、あこれでいこうっていうふうに決めたからこそ信じてついていくことができるわけですね。えそうではなく適当に選んでしまうと後から。 なんかこう批判をしながら受けるなんてことになるとこれ全然身につかないということになってしまうわけです。ついていこうというふうに思えるかということでしっかり、まあ、あの自分の気持ちでしっかり選んでいただければいいかなというふうに思います、ね、もちろん私は多くの方が来てくれておりますしそれからもう本当にですねこの講座を選んだということであれば全力でサポートしていきたいというふうに思います。 でまあ、生クラスで申し込まれている方であればあの質問の時間なんかもしっかり設けますのでぜひそんなことで相談をしながら勉強していただければというふうふに思いますがでは早速始めていきましょうで今回この V マジックのテキストの方を使っていきますが、まあ、こちらのテキストはですね基本的にはあの合格に必要なことはすべて載っていると言ったつもりで執筆をしております。最低限皆さんにもう 運が良ければ受かってほしい。ということではなく、確実に受かってほしい。ということでえー、まあ、あ書いてるといった形になります。ですから、どんな問題が出ても確実に合格できるそれが目標になります。あのまあ、問題が自分に都合いい問題が出たら受かるよ。というような博打みたいなものではなく。 もう皆さんの人生が1年でも早くやっぱり受かってほしいということなので、まあ、基本的にですねえきちんとどんな問題が出ても受かるんだ、まあ、そんなつもりでお話をしていくしテキストも書いてあります例えばえ今年の問題であればあの株式の担保化というのが出題されましたけれどもえそんなのやってないよと言った意見も多かったんですがあこの V マジックのテキストでは株式の担保化ということについてもちゃんと項目を立てて入れてあって、まあ、今年の問題のですねさらにえもう一歩 進んで出題されても解けるようにと言った形で書いてありますだから情報量としてもまあ十分かなというふうに思いますのでそれをまずはしっかり身につけていくということですねで今回の講義の中でまたお話をしていきますけれども特に年内は 多くの情報を仕入れなければいけませんからそれを丸暗記でやってしまうとなかなか身につけられることではありませんですからしっかりまずは理解をする理解ができるように講義をしていくしテキストも理解ができるように文章の形でしっかり理屈立てて書いてあるわけですでそれをまずはしっかり理解するこれを丸暗記で済ましてしまうと覚えられる分量は少ないし応用が効かないし いざアウトプットに行こうって言った時に頭に入ってないってことになりますよねですからまずはしっかり理解をしていくとおいったところを年内にやっていくということになりますそうすると覚えられる分量も増えるしその知識を活用することができるわけですよね。で今回債権者保護手続きというところをお話をしていきますが。 こちらやはり多くの人が苦手としている組織再編のところで、まあ、この債権者保護手続きがよく選択肢の1つになって、まあ、それが分かっているとですね組織再編の難しい問題なんかも結構解けたりしますですからちょっと債権者保護手続きせっかく暑い中来ていただいたわけですからもう得意にして書いていただければという,ふうに思います。また8月16日 ですかね開講だと思いますがその時には民法の初回が体験することができますが、まあ、民法の初回って まあ、多くの人、得意じゃないですか、民法総則の最初のところですから、まあ、もちろんそこは体験していただければというふうには思うんですけれども、今回はちょっと面白い項目ですね、えー、面白いというか、難しいというか、得意にしなければいけない項目と、えー、いうことになりますので、そちらの債権者もですあ、もちろんその開講日も体験していただければとは思うんですけれども、えー、ちょっとですね、もっと後ろの分野についても体験したいというふうに思う方も多いでしょうから、ここをやってもらう。で体験すするだけけでではなくくせっかくなかい来たわけですから もう点数取れるようにといった形でお話をしていきますからしっかり聞いてもう再建者保護手続きが出たらもうその選択肢解けると言った形のレベルで帰っていただければというふうに思いますそれでは始めていきましょうかでテキストですね今回はえと492ページ492ページのところを開いてください渋谷の方では体験冊子もで使っている方もいると思いますがそちらの方も最初開くと492ページかなというふうに思います ちょっと体験冊子は白黒ということになりますのでちょっと印刷がえ黒あの青で強調されている部分が見づらいかあそこ強調なんだというふうによく見ないとあそこ太字だって分かんないかもしれませんけれどもえそこは実際の印刷というか実際の本ではちゃんと青く目立つように書いてありますからあそこはもう体験の方は安心をしていただければというふうに思いますえそれでは始めていきましょうかでまず組織再編の再建者保護手続きなんですが492ページ の位置で基本的発想法債権者保護手続きがどういう場合にいるのかあるいはいるとしてもどんな方法かということをこれから勉強していくんですけどそのためにはまず債権者保護手続きの発想そこから理解をしていただきたいというふうに思うんですで一つ一つの丸暗記ではないというふうに、まあ、先ほど大冗談でお話をしましたがじゃ実際にテキストなんかでもこのようにまずはこういうふうに発想してくださいそういうい発想があれば この後の勉強知識がつながっていきますよみたいな形でテキストが書いてあるわけですだから一つ一つ覚えるっていうよりはまずこういうふうに考えましょうというふうに考え方を身につけてその考え方に従って一つ一つをマスターしていこうこういうことによって知識の抽象化といいますが丸暗記ではなく考え方を理解して覚えていくということで覚えやすくなるし覚える分量もぐっと圧縮することができる抽象的に覚えることができるわけですじゃあこちらの債権者保護手続きなんですが本質って何なんだ どういういい場合にいるのか今から勉強する組織再編だけでなく、うん、資本金減少だとかそういう時にも債権者保護手続きって必要なケース結構ありますよね。じゃあ債権者保護手続きってどういう場合にいるのかといったならばもちろんそれは債権者を保護しなければいけない場合だつまり債権者が損害を受ける可能性がある場合だっていうことになるわけですよね。 債権者が損害を受ける可能性ってどういうときにあるんですかというと1つ目の太字を見てください弁済を受けられなくなる恐れがある場合です弁済を受けられなくなる恐れこれがまず第一なんですよまあチェックしておいてくださいね弁済受けられなくなる恐れちょっと体験冊しの方は太字が見つかりにくいかと思いますがご了承いただければと思いますが弁済受けられなくなる恐れ 債権者っていうのは会社に債権を持っています100万債権回収したいわけですねおいおいそんなことしたら債権回収できなくなるじゃないかという場合にじゃあ債権者に異議を述べる手続きを与えようということで債権者保護手続きが必要になるわけですでもう一つが492ページの一番下の行太字がありますが次のページにかけて会社の弁済資力が落ちる場合とそれから請求先が変わる場合この2つなんですよ。 弁済受けられなくなる恐れっていうのは会社の弁済能力が落ちるそれから請求先が変わる債権者保護手続きが必要なケースってこの2つだっていうふうに押さえてください弁済受けられなくなる恐れというのは弁済能力が落ちる場合と請求先が変わる場合でいろんなところで債権者保護手続きが出てきますがこの2つなんです究極は。 だから請求先が変わるかどうかそれから弁済能力が落ちるかどうかこの2つだけ考えれば実は組織再編の債権者保護手続きなんてすべて解決することができるわけです。で 組織再編ではないですけど493ページの上から3行目に資本金の額の減少資本金の額の減少これもちろん債権者保護手続きが必要だし皆さんが初めて債権者保護手続きを勉強するのが資本金の額の減少だと思いますがこれも資本金っていうのは債権者の拠りどころですよねで資本金が少なくなればその分剰余金が増えて株主に分配などをされてしまいますですから資本金の額の減少っていうのは会社の弁済能力が 落ちる可能性があるおいやー資金って俺たちの宛てになってるんだろ貯金箱なんだろう？それを小さくしちゃったらどんどん会社からお金が出ていっちゃうじゃないか株主に分配しちゃうじゃないか債権者を保護していく必要があるわけですこれも弁済能力が落ちる場合ですよねということで皆さんこれから債権者を行って続き弁済能力が落ちるのか請求先が変わるのかこの点をしっかり押さえておいていただければと思います ということで、これがまず基本的発想。で次に493ペ,49ページの四角の2、基本的手続きと書いてありますが、債権者ご手続き、組織再編、まずいるかいらないか、いるとすればどんな手続きか、この2段階で必ず押さえてください。なんかこれを混ぜちゃうから分からなくなるわけです。まずはいるかいらないか。 で、これを請求先が変わるか、弁済能力が落ちるかって観点からこれから覚えていって、いるとすればどんな手続きか、いるとすればどんな手続きか、この2点から押さえてください。で、その時に、いるとすればどんな手続きかっていう手続きなんですが、原則は基本パターン。原則は基本パターン。で、例外が、を押さえればいい。原則は基本パターンと考えて、例外を押さえればいいです。 で基本パターンって何ですかって言ったならばあ今日は体験講義ですから、まあ、そこまでお話をすることではないですが実際の勉強ではここまで勉強する間にそれは学んでるわけです。ちょっと本持ってる方は310ページですかね。資本機能核の減少の場合の債権者保護手続きが310ページに書いてありますがさあ 債権冊子でこの渋谷の本校では受けている方もいて本を持っていない方もいると思いますが、はい、資本金の額の債権者を手次頭の中に思い浮かべてください。さあ試験から時間経ってますから大丈夫ですか頭がなまってないでしょうか債権者を手次まず何をします会社は広告債告をしていきます。まず官邦広告告知れてるる者に対する格別の 官報広告知れてる債権者に対する格別の催告で官報プラス新聞官報プラス電子広告によった場合には個別催告がいらないこれが手続きですよねでこれを基本パターンと言います資本機能額の減少でやりますよねつまり官報で広告をするプラス格別の催告をしていくで二重広告をすれば個別催告が省略できる。 二重広告をすれば個別が省略できるここまでが基本パターンですもちろんあの意義を述べた債権者がいたら弁済やそれから担保提供それから信託をしなければいけないという話につながりますがよろしいですかねですから漢方プラス個別債国二重広告をすれば個別債国を省略できるこれが基本,基本パターンですだから例外としてはこれに対する例外あ 今回はあの個別再告は二重広告しても省略できませんよとかあそういう話が出てくるわけですよろしいですかね二重広告をすれば個別再告は省略できるのが原則ですよろしいでしょうか とということで493ページの一番下の3行を見てください。まあ、基本パターンを押さえた上で、ただ組織再編の対応によっては異なる方法での債権者保護手続きが要求される場合もあるんだということですねで。今お話した通り最後の2行に書いてある通り債権者保護手続きの方法については原則的な方法は今の基本パターンですからもう9割基本パターンです。で例外としての 異なる方法をしっかり押さえておけばいいんだ。ああ言った形になるわけです。よろしいでしょうか。では四百九十四ページの方に進んでいきます。でこのブイ、えー、マジックのテキストではこの組織再編に関しては合併、会社分割、株式交換、株式移転というふうに分けておりません。えー、まず うん、このですね組織再編って項目があってこのこの項目は組織再編の項目なんですが組織再編があってまずは決議要件やりましょうで株券提供広告やりましょうえそれから買取請求やりましょうみたいな話が進んでいくわけですなぜかというとそれぞれの手続きって結局似てるんですよですからそれを 合併の場合の債権者保護手続きをやってからじゃ会社分割に行ってじゃ会社分割の決議要件だとか反対株主だとかやってじゃ債権者保護手続きなんて勉強すると同じことを2回別のところで勉強して比較もできなくなっちゃうわけですねですからまずは組織再編って大きな項目を立ててその中でじゃあ決議要件やりましょうそれから債権者保護手続きやりましょうというふうに勉強していくだから今回はこのテキストに従って債権者保護手続きっていうちょっと後ろの方の項目ですがこれを やることになりますが、ですから494ページ見てもらうと債権者保護手続きが必要なのはどのような場合かという。まずえー、要否。それから方法のところをお話をしていきますが、四角の2を見てください。合併と書いてありますで、その次は会社分割です。このようにもう合併とか会社分割とか、結局発想一緒ですから、債権者保護手続きっていうのをまとめてお話をしていっちゃいます。 株式会社持ち分会社社持分もまとめててお話をししいきますではいきままますでは行ょう、ま、ずは494ページの下のの下四角の2合併からいきますますず合併の場合にどんな場合に債権者保護手続きが必要なのかこんなお話をしていきます。まず今回は債権者保護手続きというもう組織再編が何なのか分かっている上でのお話になってしまいますから、まあ、基本的なお話はできませんけれども494ページの下のところを見てもらうと A 会社と B 会社があります。 A 会社が消滅会社 B 会社が存続会社とああいった形で話を進めていきますこれはこのテキストのお約束でもう数十ページ前から、まあ、そういうふうに進んでるわけですでどうしてそういうふうにしているかというと組織再編って結局消滅会社や分割会社やあるいは完全子会社を全部 A 会社っていうと手続き一緒なんです つまり合併の消滅会社それから会社分割の分割会社株式交換や株式店の子会社の方ですねこういうのをまとめて全部 A 会社。 まあ、実際の条文でも消滅会社等と言ってますからそれをまとめてしまうと話一緒なんですよだからこんなの分けて勉強するから分かんなくなるのであってもう合併の,その飲み込まれちゃう方財産出さなければ飲み込まれちゃう方だったり事業を吐き出さなければいけない方全部 A 会社っていう面ですよですから合併の場合のこの吸収合併であればあそのです、ね、消滅してしまう方の消滅会社が A 会社でそれから存続会社を B 会社というふうに名付けております こういうふうにまとめてやっていきますよ。とすると、合併ってどういう手続きかというと、A 会社が解散して、A 会社が解散して、A 会社の権利義務がすべて B 会社に承継される。そうですよね。A 会社が解散して、A 会社の権利義務がすべて B 会社に承継される。まあ、人間で言うと、A 会社が非相続人みたいなもんです。 特定承継ではなく A, 財 a 会社の権利義務すべてが一切合切承継されるぞ A が死亡して B が相続するように A 会社が解散して B 会社がすべての権利義務を承継しますこれが合併の本質です。で、今回、XY と書いてあるのは債権者でこの前のページまではそこにスモール A とかスモール B もいたんですが債権者保護手続きの場合には債権者のみを見ていけばいいので X が A 会社の債権者。 Y を B 会社の再建者とします X を A 会社の債権者 Y を B 会社の債権者というふうにしますそうするとさあ皆さんじゃあ頭を働かして、まあ、考えながらやってた方がいいですよ AX と Y って合併後どうなりますいいですか A 会社が消滅をして B 会社に権利義務が承継されるわけです X と Y どうなりますか X と Y どうなりますか 次のページを見てください。権利義務が承継されるということは権利義務が承継される A 会社がなくなって権利義務が承継されるということは X ははここれからは B 会社にに請求することになる。となつまり A 会社の権利義務が B 会社に承継されるってことになりますが X は A 会社の債権者ですから A 会社から見れば X にお金を払わなければいけない債務ですよね債務である以上 B 会社が承継するわけです A 会社の権利義務この義務の中の債務ですよだから A 会社の債務である X に対する弁済義務は B 会社に承継されますつまり X は合併後は B 会社の債権者になる X は合併後は B 会社の債権者になります まずこれをイメージするここまで難しくないですよ合併、まあ、今回はいきなり債権者保護手続きの話をしていますがもう組織再編とは何かから勉強していきますから、まあ、ここまではごくごくまあ一般的な話になるわけですそうすると債権者保護手続きが必要かどうか分かるわけですよ合併っていうのは一体どういうものなのか債権者保護手続きっていうのはどういうものなのかが分かればさあいきますよまず X。 A 会社の債権者 X を保護する必要がありますかって問題つまり合併の消滅会社で債権者保護手続きがいるか合併の消滅会社で債権者保護手続きがいるかって問題ですさあ皆さんいりますかいりませんか X は請求先が変わる請求先が変わる債権者は保護しなければいけません俺今まで A 会社に請求できたんだよ A 会社に請求できたんだよ。で、合併の結果、権利義務が承継されたとか言って、B 会社の債権者になっちゃったんだけど、俺今日から B 会社に請求するんだけど、はい、請求先変わった !A 会社では、X を保護しなければいけない。債権者を保護しなければいけないんです。A 会社では、債権者に、 X に対して、まあ X 一人じゃないですよ、いろんな X がいるとして抽象的に X 言ってますが、X に対して債権者保護手続きをしていかなければいけない。X に対して債権者保護手続きをしていかなければいけないということになります。テキストで言うとその3行ぐらい下に書いてありますね。つまり X は請求先が変わることになるので、全ての X に対して債権者保護手続きが必要となるんだ。 という形です、まあ、復習の時にはこうやって読んでいただければ勉強になるしえ読めばわかるように講義なんかでも考え方を中心にお話をしていきます次です Y では再建者お手続きいりますかまあ合併だからまだ難しくないですけどここでちゃんと理解した上で会社分割、えー、株式交換とか進んでいきますからねさあ次 Y です Y はどうです y Y は B 会社の債権者だったものが B 会社の債権者のままですから請求先は変わらない請求先は変わらない請求先変わらない,らないから保護いらないやちょっと待って請求先は変わらなくてももう一つ債権者保護手続きが必要なケースありましたね何でしたっけ弁済視力が落ちる場合です。弁債視力ががが落落ちちるるるとは言い切れませんが落ちる可能性がある場合 B 会社 A 会社から権利義務承継するということはもちろんプラスの財産も承継するでしょうけれども画面見てください X がやってくるんですよつまり Y からすれば「ライバルが増えた」って考えたら分かりやすいい Y からすればおいおい。 なんだよ、ライバル増えてるじゃねえか。弁済大丈夫 ?X に先に弁済しちゃうんじゃないの ?X に弁済して俺に弁済できなくなっちゃうんじゃないの ?Y からすればライバル増えるんですよ。もうこの図で理解してください。X という債権者が A 会社からやってくる。X の請求先が変わるということは、Y からすればライバルが増える。Y からすればライバルが増える。ということで、 Y も保護しなければいけないつまり合併の場合吸収合併の場合には A 会社でも債権者保護手続きを全債権者にしなければいけないし B 会社でも全債権者 Y に対して債権者保護手続きをしなければいけないんだってことになります。で Y の話はその二段落した「では」から書いてありますね Y は請求先が変わるわけではないですがライバルが増えるんだ二段落目の4行目ライバルが増えて弁済受けにくくなる可能性が出てくるんだよといった形になります。 Y に対する保護手続きも必要だで結論が495ページの下から2つ目の段落に書いてありますがこのように吸収合併の場合は A 会社においても B 会社においても全ての債権者に対して異議を述べる機会を与える債権者法手続きが必要となるんだよといった形になっていきます。さあ、これが九州合併です。 では次新設合併新設合併これ見ていきましょう新設合併それがテキストの496ページさあ新設合併はどんな合併ですか これもまとめて A 会社と B 会社を説明すると消滅会社が2つあります A1 会社と A2 会社ですねこの A1 会社と A2 会社が合併契約をして2つとも消滅会社になる合併契約をする2つとも消滅会社になる合併契約をしていくで B 会社が A1 会社 A2 会社の権利義務をすべて承継する設立会社です B 会社が新設会社設立会社 A1 会社 A2 会社が消滅会社ですねこの A1 会社 A2 会社が合併でくっついて B 会社を作るわけです。まあが新設合併んどくさいですよね。 せっかく2つある会社を両方潰して B 会社が設立をしなければいけませんからわざわざ2つ会社があるんだったらどっちか活かせばいいというのが九州合併の発想ですが2つとも潰して新しい会社を立ち上げますから少なくとも登録免許税だって3会社分必要になるわけですよ。でわざわざ A1 と A2 を両方とも潰して B 会社を設立投機しますからねこんな面倒くさい普通はしません、まあ、メリットがあるとすれば A1 と A2 が対等に合併ができるという点だけです。 A1 と A2 が合併する時に「お前が消滅しろよ」お前が消滅しろよ」って時に両方消滅すれば対等だという、まあ、どうしようもない時だけ普通やりますよ。で世間で対等合併転出する時には普通九州合併で名前を AB 会社にするとか対等を演じてるだけであって実際にはどっちかがあの消滅をしてどっちかが消滅してます、えー、だから普通は九州合併をやるんですがこのように新設合併というのは2つの会社を潰して新しい会社を作る。さああ合併である以上 包括承継です合併である以上包括承継 A1 会社の権利義務も A2 会社の権利義務も全て B 会社が承継するということは債権者保護手続きですか債権者を考えると A1 会社の債権者が X1A2 会社の債権者が X2 とした時に X1 と X2 はどうなるかっていうと全て B 会社の債権者になります全て B 会社の債権者になります ってことは消滅会社ですから X1 も請求先が変わる X2 も請求先が変わる。 両方の消滅会社でで者保護手続きが必要ですよね請求先が変わる債権者は保護しなければいけない請求先が変わる債権者は保護しなければいけない消滅会社 A1 会社消滅会社 A2 会社どちらの債権者も保護しなければいけません B 会社は新しく作る会社ですから債権者はいませんあまま。今から作る会社なんですか B 会社は今から作る会社なんだから債権者はいませんだからもちろん新設会社では債権者保護手続きはいらないですけれども A1 会社 A2 会社では債権者保護手続きがいるんだああいった形で押さえておいていただければと思いますでは覚えるべきポイントいいですか年内にはちゃんと理解しましょうと言いましたが理解だけではなくてしっかり覚えましょうさあ覚えるべきポイントが V マジックのテキストに書いてありますはいここ2行読んでください20秒で読んでください読んで覚えちゃってください あといいで,で復習すればいいんじゃないです今覚えちゃいましょう。はいどうぞで覚えましたじゃあ隠して、はい、隠して、今覚えたことを自分でもう一度見ないで思い出してみてください、思い出す練習。 ちゃんと理解してでしかも覚えた気になれば覚えられるじゃないですかだからまず覚えるためにはまず理解するで理解してあそっかと思えばあとは理解するだけではなくてに、めにじゃあ20秒で覚えようって言って覚える練習をする。で 思い出す練習するここまでで覚えられるんですだからしっかりこの最後思い出す練習までしていかないといけないっていうのが、まあ、この夏のガイダンスでずっと言ってたことなんですが覚えて思い出せるようにしていくというところまでワンセットでやってみてくださいさあここまでがいるかいらないかまだ難しい話じゃないですねでは次手続きですどんな手続きがいるまあ,あの合併の場合には A 会社それから B 会社 あもちろん新設会社の設立会社を除いてすべ、まあ、ての会社で債権者、保護手続きがすべての債権者に対しているんだってことが分かればじゃあどんな方法でやりますかどんな方法でやりますかということなんですけどテキストの496ページの2番手続きの方法に書いてありますが一段落目見てください合併の場合債権者、保護手続きの方法は原則として A 会社も B 会社も基本パターン原則基本パターンです。 基本パターン大丈夫ですね原則基本パターン二重広告をすれば個別債庫が省略できる二重広告をすれば個別債庫が省略できるというあの基本パターンですただ例外が一つあります例外が一つありますその次の行を見てくださいただ一つだけ異なる点があるそれは A 会社が合名合資でありどっちか B 会社が株式合同のどちらかである合併をする場合には A 会社における債権者保護手続きにおいて二重広告をしても個別催告を省略できないって形になります A 会社の方ですよ次のページに図を書いておきましたから図で理解をしてください A 会社が合名または合資で B 会社が株式または合同である場合つまり A 会社の方が消滅をします。いつでも A 会社側が消滅をする会社として。あのー まとめてますから整理してますから分かりやすいと思いますが A 会社側が消滅をして B 会社が承継をします権利義務が処刑されますその時の A 会社側の債権者保護手続きこれもちろんいるって話はしてますね A 会社の債権者は取り、えー、請求相手が変わるし B 会社の債権者はライバルが増えますから両方とも保護手続きが必要なんですが A 会社の債権者保護手続きにおいては個別債国の省略はできません。 個別国を省略はできません二重広告をして個別催告を省略することはだめで必ず漢方、えー、で広告をした上で個別催告をする漢方で、えー、広告をして個別催告をしなければいけない <laughs> 二重広告をすれば個別催告を省略できるぞってことにはならないんだああいった形で押さえておいていただければと思いますさあこれどうしてかっていうと皆さんこれ合名合衆 vs vs 株式合同合名合資 vs 株式式合合合合同同名でまとままとってますよねで通常は会社分ける時って株式会社っていうのがありますで持ち分会社っていうのがありますで持ち分会社は合名合資合同ですっていう組み分けをするんですよでそうではなく株式に合同ががくくっつくケースがあるあ、今回の組み分けって株式合同 vs 合名合資 株式合同 vs 合名合子の組み分けだなって条文がいくつかの条文でなされていてその条文見かけたらポイントは一つ無限責任社員がいるかいないかの組み分け無限責任社員がいるかいないかの組み分け必ずそうなんです合名合子をセットにして合同株式をセットにしている場合には無限責任社員がいるかいらないかで分けている無限責任社員がいるかいらないかで分けている もうそれをしっかり押さえてください。組織再編以外でもこれ出てくるんですけど、必ず無限責任社員がいるかいないかです。無限責任社員がいるかいないか。まあ奥まで行けばですね。つまり X、X 無限責任社員のいる会社の債権者から。 無限責任社員がいない会社の債権者になるってこと無限責任社員がいる会社の債権者から無限責任社員がいない会社の債権者になるで無限責任社員がいないってことはもう資本金という会社にプールされてるお金で債権者を保護していくわけですあうちの会社の債権者はあここにお金があるからもうこれでよ、えー、りどころにしてください A 会社社は合名合名でですすから無限責任社員がいるんですつまり無限責任社員って会社法を勉強すると会社の保証人みたいな立場ですつまり X は A 会社に請求できますが、X、あ A 会社がお金を払って払える資力がない時にはその社員である無限責任社員に請求できるつまりこれ民法の保証人と同じ立場ですよね。会社の債務を 社員が保証してくれている会社の債務をあ X の A 会社に対する債権を社員が保証しててくれているようなもんです皆さんが民法で債権者に黙って保証人が勝手に自分の債務をなしにできますっていうのはやっぱりおかしいと思いません いいですか X、あこの図とは関係ないですけど X という債権者がいて A に請求できますとで例えば、そうですね、えー、A という、まあ、スモール A という保証人がいますと X から X に黙っていや、あのね A さんはスモール A さんはもう保証人の地位はおりましたえ聞いてないんだけど聞いてないんだけどこれおかしいじゃないですか。 債権者 X の知らないところで small a がいなくなるのはおかしいじゃないですかでもこれって似たようなもんなんです A 会社から B 会社に請求先が変わるってことは X の請求先はこっちになるわけですよねそうするとこの B 会社は 無限責任社員いないんですよ株式合同だから無限責任社員いないんですよ X からすればおいなんで俺に連絡もなしに無限責任社員いなくなるんだよ保証人がいなくなるみたいなもんでおかしいじゃねえかって話になるわけですね A 会社で二重広告をしました個別採告はしませんでしたって言うと X に連絡なしに無限責任社員が降りたのと同じことになるからです 個別ぐらいしろと。無限責任社員がいなくなるんだったら個別催告ぐらいしろという話なんです。 これはよく出てくる発想ですから、押さえてください。無限責任社員が今までいたってことは、無限責任社員が X の債権を守ってくれてたわけです。保証してくれていたわけです。そのような保証人が降りるんだったら、個別に連絡ぐらいしろやと。俺に挨拶もなしに勝手に降りんじゃねえよみたいな、そんな感じです。ですから、A 会社は X に対して個別催告の省略はできない。二重広告をしたからといって、個別催告の省略はできないんだ。こんな形で押さえてください。いいですかですから、 えこの合名合資、えー、と株式合同とかどの組み合わせだったわけかなって丸巻きするのではなく今のようにその理由付けは無限責任社員がいなくなるようなパターンっていう理由付けがあるわけです無限責任社員がいなくなるようなパターンってことそうすれば合名合資株式合同の組み合わせわかりますよね A 会社が合名会社で B 会社も合名会社であれば別に二重広告省略できるんですよ合合名と合同合名と合名で無限責任社員は相変わらずいるから で合同と合名あ A 会社が合同で B 会社が合名であれば今まで無限責任社員がいない会社の債権者が無限責任社員のいる会社の債権者になるんだからそれはよっぽどいいじゃないですか。ですからこれも二重広告は省略できます。 このように二重広告で省略できます。二重広告で個別内国省略できないのは。無限責任社員のいる会社の債権者が、合併の結果。無限責任社員のいない会社の債権者になるパターンなんだ。あ、言った形で押さえておいてください。まあ、その趣旨を押さえておけば、その結論は現場で選択肢見てわかると思います。では、最後に、四百九十七ページの一番下のポイントを見てください。さあ。 合併の場合の再権者お手つきの方法さあこの原則と例外をちょっと20秒で読んでみましょう覚えちゃいましょうでは大丈夫でしょうかでは隠して思い出してみてください もうせっかく講義を聞いて勉強時間取ってますから講義の中で覚える模擬講義ですが勉強しに来たと言ったつもりでいてくださいねでは次です498ページ会社分割いきましょう会社分割で過去も見ると債権者保護手続きの卓一問題会社分割が多いですあもちろんなぜ多いかって言ったらかんまあ、簡単というか難しいんですけどなぜ かっていう理由があって会社分割の債権者保護手続きはちょっとややこしいからですですから合併と違ってちょっとややこしいことがありますからしっかり見ていきましょうでは498ページ頭から見てくださいさあ会社分割また手続きがどんな手続きがいるかの前に手続きの用費手続きがいるかいらないかから見ていきます手続きがいるかいらないかから見ていきます では498ページの頭、1番見てください、次は会社分割を見ていくって書いてあって、ねえー、九州分割の事例を使って説明するって書いてありますね、今から九州分割を基本的にやっていきます、じゃあ新設分割ってやらなくていいんですかと言ったら九州分割と一緒ですから、その次見てもらうと、新設分割でも同じように考えることができると、つまり新設分割場合の A 会社も九州分割の A 会社と同じだと考えればよい。まあ ちょっと今日は難しいですけど、A 会社、まあ、九州分割の分割会社も、新設会社の分割会社も、えー、権利義務が出ていく、ある事業が出ていくって点は一緒ですからね。だから、えー、九州分割の A 会社でも、それから新設分割の A 会社でも、債権者保護手続の用費や方法は一緒です。だからとりあえず、九州分割で見ていきます。で、ただ、3行目の後ろから、新設分割の場合は、 B 会社は新しく設立する会社であり債権者はいないので B 会社で債権者お手つきは必要ない。そうですね B 会社は新しく作る会社さっきの新設合併もそうですけど新しくする設立会社って今から作るんだから既存の債権者はいないんですよだから新設会社で債権者法手続きが必要ということはありませんので九州分割と新設分割で違うのはその B 会社で債権者法手続きがいるかいらないかだけの話であって A 会社の方は全く一緒だだからとりあえず両方で必要な 九州分割で学んでおいて、新設分割の場合には設立会社の方はいらないんだなっていう風に学んでい形になります。では見てください。その下に図があります。さあ、これもですね今回は再建者法定責任に特化した講義ってことでやっていきますが、会社分割の本質っていうのはこれです。a。会社が解散してまで全てのじ全てのですね。権利義務を b 会社に承継させるわけではなく。 ある事業についての権利義務の承継ってことですよね。だから下図を見ても分かると、B 事業ベータ事業が B 会社に承継された。これが会社分割ですベ、B。ベータ事業についての権利義務が B 会社に承継されたですね。ベータ事業についての権利義務が B 会社に承継された。これが会社分割の本質だというふうに理解をしてください。包括承継ではありますが、部分的な包括承継ってイメージ。 包括承継ではありますが部分的な包括承継ですからベータ事業についての権利義務が B 会社に承継されるんだ例えば A 会社が鉄道事業とホテル事業をやってるような大きな鉄道会社の場合にホテル事業だけ B 会社に承継させるホテル事業だけ B 会社に承継させる、まあ、分社化するってことですよねだから会社分割はよく使われます大きい会社がその例えば今までは大きな会社がですねいろんな事業をやっていたんですがもう一つ一つに分社化してグループ会社にしていくみたいな。 それぞれが別の会社の方が雇用条件変えたりとかすることができて結構便利なんですよ。だから昔は何とか株式会社みたいな大きな財閥みたいな会社がですね、全部の事業をやる一つの大きな会社だったのが、何とかサービスとか何とか事業とかなんとか、 えー、なんとかみたいな感じでコンビニ事業とかデパート事業とか鉄道事業とか全部分社にして、えー、ホールディング会社持ち株会社を頭に持つみたいなあそういうグループ企業を形成することが多いですがとにかくまあ会社分割によって、えー、ベータ事業はあっちの会社に渡しちゃおうみたいな感じで、えー、分社していくことができるわけです。さあそれは非として今回債権者の話をしていかなければいけません。 模擬授業は普段の授業ちょっと時間かかりますよね。他のところもこう折りまぜて説明しなきゃいけないので、まあそれに対いいしてさあ再建者見てください。再建者どうなります？まず A 会社の再建者を今度は二つに分けなければいけない X1 と X2 です。まあ B 会社の再建者は Y で結構です。A 会社のアルファ事業は A 会社に残りますから。 アルファ事業についての債権者 X1 は相変わらず A 会社に請求できます。B がベータ事業についての債権者 X には請求先は変わります。だってベータ事業が承継されてベータ事業についての権利義務が承継されたわけですからベータ事業についての。 権利者つまり会社からすればベータ事業についての義務が承継されますのでベータ事業について債権を有している X には請求先が A 会社から B 会社に変わるんですよまずこれを押さえていくで Y は請求先が変わりませんでこの3人に分けてこの3人について債権者保護手続きがいるかどうかを考えていきますまず合併 を勉強した後で同じ発想でいけるのが Y ですよね。さあ皆さん図を見て Y 考えてください。もう自分の頭で考えてたら早いです。Y は債権者補手続きがいりますか？いりませんか？Y は債権者補手続きがいりますね。四百九十九ページの上から二行目。まず簡単なのは Y だって書いてあります。さあ。 B 会社は A 会社から債権者 X2 がやってくるのでライバルが増えて債権回収が困難になる恐れが出てくると書いてありますねこの点は合併の場合と同様だってことで図を見てわかる通り X2 というライバルが増える X2 というライバルが増えるので Y は債権者を手つきが必要でつまり合併における B 会社では債権者を手続きが必要合併における B 会社では債権者を手続きが必要になります で、次 x にこれももう皆さんに30分ぐらい前にお話をした方法で発想法でいきます。x2 どうです。請求先が変わるんだから再建、債権者お手つきが必要です。今まで a 会社の債権者だったのに、b 会社の債権者になるんですよ。請求先が変わるんだから再建、債権者お手つきは必要。請求先は変わるんだから再建、債権者お手つきは必要です。まあ、これが。 499ページの上から1、2、3、4、5、6行目、7行目の段落ですかね、X には請求先が変わるので、債権者お数が必要ですと書いてあります。さあ、最後、X1、X1、X1 は請求先が変わらない。 X1 は請求先変わらない。い先またっかけじゃななの。請求くても弁済視力が落ちると債権者を手続き必要だったよねじゃあ弁済ができなくなる可能性って減るんですかだってベータ事業を渡すんだもん。 債権者お手つき必要ですよねベータ事業を渡すんだもん債権者お手つき必要ですよねあのベータ事業を渡すけども対価がやってくるんですこの対価がベータ事業の穴埋めです例えば株式を受け取るとすればベータ事業を渡すけどもその分その会社の株をもらうので結局、えー、株式を持ってる会社がベータ事業をやってるので価値的にはイコールって考えますだからベータ事業を例えばこれ この対価で売,売,売るみたいなもんですよね。事業の売買です。だから、結局、ベータ事業の分、対価を受け取ってますから。A 会社の財産は減りません。そうすると、財産が減らない。以上、X 一は弁済がされる。されなくなる可能性は、別になくならないわけです。弁済能力は落ちるということにならないわけです。A 会社はベータ事業は渡しましたが、その分、対価を受け取っている。 ベータ事業を渡しますがその分対価を受け取ってる。 これ新設分割の場合にはより分かりかやすいですね新設分割っていうのは完全な子会社を作ってそこに事業を渡しますから確かに自分の会社は事業なくなりますけど自分が100%株式を持っている会社にやらせるわけですよ別にその会社の規模が減ったりだとか視力が減ったりするということにはなりませんよね。ということでベータ事業を渡した分対価をもらってるんだってことを認識をしてだから X1 については債権者保護手続きはいらない。 X1 については債権者お手続きはいらないって形になります。でテキストは499ページに書いてありますが、えー、相変わらず A 会社に請求できる X1 については債権者保護手続きは必要ないんだああ言った形になります。 でここでもう一つ押さえてほしいのが X2 についても債権者保護手続をいらなくできるケースがある X2 についても債権者保護手続をいらなくなるケースがあってそれは相変わらず A 会社に請求できればいいんですよさっき言ったようにこの A 会社っていうのは弁済資力は減りませんえ事業は渡しますけどその分対価が入ってきますから A 会社については 視力は減りませんそうすると相変わらず A 会社に請求できるならば債権者お手つきはいらない相変わらず A 会社に請求できるならば債権者お手つきはいらないのが会社分割の発想法ですねだから X にも A 会社に請求できればいいんですつまり A 会社が連帯債務者になってあげる A 会社が債務引き受けを平存的債務引き受けをしてくれるとこういう場合です。 でこれであれば会社分割をする時にああ X23 かわいそうだから相変わらずうちの会社に請求できるようにしてあげようというふうに A 会社が平存的に債務を引き受けてくれたよこういう場合には X2 は相変わらず A 会社に請求できるで A 会社は弁済資力が減らないだから X2 についても債権者保護手続きはいらないって形になるわけですさあ続きを見てください。また 債権者 X2 についても A 会社が平存的債務引き受けをしたなどにより会社分割後も引き続き A 会社に請求できる場合には債権者後手続きはいらないんだああいった形になりますこれをしっかり押さえてください次の4行がまとめですね結局は A 会社においては会社分割後に A 会社に請求することができなくなる債権者に対して異議を述べる機会を与える債権者後手続きを取る必要があるんだ引き続き続 A 会社に請求できる債権者に対しては異議を述べる機会を与える必要はないということになります。ということは会社分割において会社分割の A 会社においてすべて例えば B 会社に請求することになる債権者を全部平存的に引き受けてあ会社分割をしたけど 相変わらず全ての債権者が A 会社に請求し続けることができるんですよ。会社分割をしたけれども、全ての債権者が A 会社に請求できる状態なんですよっていうふうな状態を維持した場合には、A 会社で債権者保護手続きやいらないケースも出てくるということですね。A 会社で債権者保護手続きを しなくくてていいケースも出てくるだから会社分割の分割会社では必ず債権者大手続きが必要だったら罰ですよ合併の場合には要りますけど会社分割の場合には、A、会社で再建者お手きが原則必要でですよでも請求できなくなる債権者が出そうなのを全部引き受けちゃえばいいのでそうすると A 会社で債権者大手続きはいらない会社分割もあるといった形になりますこれが原則です。 で次に例外いきますテキストで言うと499ページの一番下から4行目の「ただから」です「ただから」これ例外ですどういう例外か先に言っときますどういう例外か先に言っときます A 会社でつまり会社分割の分割会社で九州分割新設分割の分割会社 A 会社で相変わらず A 会社に対して請求できる債権者に対しても 債権者保護手続がが必要なケースがある相変わらず A 会社に対して請求できるケースでも債権者保護手続きが必要なケースが出てくるっていう例外をやりますさあ皆さん相変わらず A 会社に請求できるっていうことは弁請求先は変わらないですね。ってことは A 会社の弁済視力が落ちる場合です。A 会社の弁債視力が落ちる場合には 相変わらず A 会社に請求できる債権者も保護しなければいけない。えつまりすべての債権者を保護しなければいけないということになります。それはどういうケースか。そこに下から三行目書いてあります。四行目かな。人的分割相当行為。人的分割相当行為です。A 会社が 会社分割をするにあたって、人的分割相当行為ってやつをやるときには、A 会社でも債権者保護手続きが必要になります。人的分割相当行為ってやつをやると、A 会社で弁済視力が減る。A 会社で弁済視力が減るんです。それはどういうケースかというと、次のページ。5 0ページの頭。500ページの頭。500ページの頭。 相変わらず A 会社に請求できる X1 これを保護しなければいけない人的分割相当行為というのは B 会社から入ってきた対価をスモール A あスモール A は株主ですこれはもうこの,ページこのテキストのもうちょっと前に書いてありますがスモール A というのは株主のこと、まあ、B 会社の株主をスモール B というふうにもう体系づけてやっちゃいますが、まあ、これ株主だと思ってくださいそうすると 対価を株主に出しちゃう対価を株主に出しちゃうこれを人的分割相当行為と言いますで昔会社を改正前は人的分割っていうのがあって B 会社から誰が対価を受け取るか A 会社が受け取るのを物的分割でスモール AA 会社の株主分割会社の株主が受け取るのを人的分割と言っていたんですがで新しい会社法ではもう A 会社が受け取るしかない。 認めてないんですただ A 会社が受け取った上で出しちゃうことは認めていてこれを人的分割相当行為と呼んでいます A 会社が受け取った上でそれを B 会社 B、えー、スモール A に出しちゃう A 会社が対価を受け取ってそれをスモール A に出しちゃうこれを人的分割相当行為というふうに言っていますで先ほどお話した通り A 会社の弁済視力が落ちないのは A 会,社から対価 A 会社が対価を受け取るからです A 会社が事業を渡した分対価を受け取るそれがプラマイゼロ B 会社に事業を渡した分対価を受け取る事業を渡した分対価を受け取るこれがプラマイゼロだから X1 を保護する必要はなかったでも事業は渡すけども対価は出しちゃう事業は渡すけれども対価は出しちゃえばマイナスですよ事業は渡すは対価は出しちゃうわっていうことで A 会社は弁済資力が 減りますので視力力がが減りますので弁能力が落ちるだから相変わらず請求先は変わらない X1 も保護しなければいけないってことになるわけです。で人的分割相当行為えこれは今回の、えー、主題ではありませんから軽く飛ばしちゃいますが、えー、と500ページの文章の上,上から2段落目ですね、えー、人的分割相当行為というのは全部取得条項付き種類株式の取得と引き換えに する対価として取得した株式を交付すること配当財産が対価として得た株式の譲渡の 常金を配当することつまり A 会社が受け取った対価例えば株式を受け取った B 会社株式を受け取ったらそれを、えー、配当としてスモール A に渡しちゃうことあるいは全部取得条項付き種類株式の取得の引き換えとして、えー、その対価としてスモール A に渡しちゃうことってことになりますこれを人的分割相当行為と言いますがそうすると A 会社から受け取った対価が出ていくこれを私は財産流出型と言っています この財産流出型って概念も覚えておくと、かなり抽象的に知識をまとめることができます。それを全部丸暗記でやっていくのは辛いので、もう財産流出型っていう概念を作っちゃうといいです。そうすると、このように営業会社から財産が出ていく。まあ、上位機の配当として受け取った対価が出ていくあるいは。 全部取得条項付き種類株式の取得の対価として出ていく場合には事業は渡すわ対価は出ていくわで A 会社の弁済能力が減りますから X1 も保護しなければいけないといった形になるわけです。でちょっと画面見てくださいでこのケースは X2 これは請求先はあるし保護が必要だし相変わらず A 会社に対して請求できる X1 も保護しなければいけませんからこの場合は X1 も X2 もすべての債権者の保護が必要になります。この場合には X1 も X2 もすべての債権者の保護が必要になります。まあそんな形で押さえておいてください。ではまとめです。500ページの下のまとめを見てください。 会社分割においてはどんな場合に債権者お手つきが必要かまず1の A 会社原則 A 会社に請求できなくなる債権者に対してのみちょっとこれ画面と体験冊子の方は見づらいですがこののみが太字になってますねのみ債権者お手つきが必要となります A 会社に請求できなくなるつまり X2 について債権者お手つきが必要になります例外 人的分割相当行為をする場合にはすべての債権者に保護が必要だこれは今お話ししたとおり X1 についても保護が必要になる X1 についても保護が必要になりますで B 会社これ九州分割の場合です新設分割であれば債権者いませんからねこれはもうライバルが増えるライバルが増えるってことですべての債権者に保護が必要になりますではこれまた20秒で覚えちゃってください では隠して思い出しましょう。 ではよろししいででょうかではこれが用費ですいいですか会社分割の場合に債権者保護手続きはいるかいらないかの用費で次手続きですさあ用費と手続きをしっかり分けて押さえなければいけなかったですね次手続き会社分割の会社分割の場合の債権者保護手続きの手続き501ページの頭を見てください1行目原則基本パターンですだからもう基本パターンのものはあ基本パターンなんだって押さえれば足ります つまり、官報プラス個別催告二重広告をすれば個別催告は省略できるこれが基本パターンです二段落目、例外が一つありますだからそれはしっかり抑えるそれは A 会社において二重広告をしても A 会社が負ってる不法行為債務の債権者に対しては個別催告をしなければいけないこれが例外です。 不法行為債務の債権者。不法行為債務の債権者。これは個別債務が必要です。いいですかいるかいらないかはもう今やりましたから、いるとした場合です。いるとした場合に、いるとした場合に、それが取引をした債権者ではなく、不法行為の債権者。不法行為の債権者であれば、必ず連絡を取れよな。 個別債国を省略することはできないよ二重広告をしたからといって個別債国を省略することはできないよって形になりますでは例えば見てください例えば、えーね、498ページの図 X2 が不法行為の債権者の場合です。 X2 が不法行為の債権者の場合 X2 が請求先変わる X2 は請求先変わる A 会社が平存的債務引き受けなどをしてくれない限り請求先が変わる B 会社に請求先が変わるえつまり債権者を手伝必要ですその時にこの X2 が不法行為の債権者の場合には個別債国は省略できないつまり必ず連絡取れ A 会社が ベータ事業ででかなりの債務を抱えたんですつまり例えばベータ事業は旅行会社かなんかで大きな事故を起こして X に債権者に、まあ、不法行為の被害者この会社が不法行為を起こして X に損害賠償債務をたくさん抱えたんですよ。そうするともちろんそれは被害者の救済で X に被害者に対して損害賠償しなければいけないですよね。ででも A 会会社社は悪い会社だから考えたんです こんなの全部損害賠償してたらうちの会社潰れちまうぜ。いやいや、被害者にちゃんと誠実に損害賠償しなきゃいけないです。でもそんな会社ばかりではありません。A 会社は損害賠償をどうやったら免れることができるのか。どうやったら A 会社を潰さないでアルファ事業が今、上り坂なんですえ。せっかくいいブランドができたのに、もうベータ事業のせいで うちの会社潰れちゃうんじゃたまったものじゃないどうしますトカゲのしっぽ切りっていうのをするんですよトカゲのしっぽ切りベータ事業を B 会社に押し付けちゃおうぜもう B 会社は元々もともと債務超過ぐらいの会社でもう潰してもいいって思ってる会社ですその B, ベ B 会社にベータ事業押し付けるわけですよ X にはいつの間にか B 会社の債権者になっていてで B 会社はろくな財産持ってないもう B 会社をトカゲのしっぽ切りみたいにもうどうでもいい会社に渡して皆さん A 会社はアルファ事業だけをやる会社になってベータ事業についての権利義務をすべて B 会社に押しつけて免れているわけですでもそのための債権者保護手続きですよねでこれがまあだから債権者お手続きいるんですが ただこれがですね取引をしている債権者であればこの会社と仲良く取引をしているわけですから何かあったらホームページを見ればいいんだなあるいはもともとうんあこの会社の A 会社の広告法って何々新聞だなじゃあ何々新聞取ればいいんだな分かってますよね、まあ、だから二重広告をすれば伝わるだろう。 それ本当に伝わるかどうか実際は分かりませんけれども、まあ、取引相手であればもちろん例えば融資をしている相手であればあその会社の広告方法が新聞であれば新聞見てるだろうということで、まあ、二重広告をしているんだから個別催告を省略したって大丈夫でしょというってことになっているんですが皆さん、いいですか X には今、A 会社が起こした不祥事の被害者です。被害者が A 会社と仲良く取引をしたわけでもないのにあ A 会社の広告方法って日経新聞なんだなっていうことで新聞撮っっててますすかと撮ってないですよその債権者が新聞も取ってないその会社の二重広告したって情報届かないそういう債権者被害者なんだからちゃんと個別に連絡をして情報を知らせなさい。 被害者の知らないところで請求さ変えるんじゃないからねっていう発想なんです。まあもともとこの二重広告すると個別催告省略できるなんてのは。まあそれこそ結構まあ債権者をないがしろにしがちなトリックではあるんですが。それがもう不法行為の被害者だったら、それはさすがに許されないよってことですね。もう会社法自体が。 まあこの制度を作ったこと自体がちょっと債権者の保護になってないじゃないかとて批判があったところですから、まあ、被害者ぐらいは救済してあげようということです。ということで X2 がもし不法行為の被害者の場合にはその人に一言も知らせないで請求先を変えるようなことがあればそれはさすがにトカゲのしっぽ切りすぎるでしょって話になります。というわけで この場合には個別採抗を省略することはできません。個別採抗を省略することはできませんって形になります。よろしいでしょうか。え、501ページの真ん中の段落に書いてありますから見ておいてください。では501ページの一番最後のポイントをまた見てみて覚えちゃってください。 では、隠して思い出してみてください。でではよろしいでしいょうかであとはですね、ちょっと501ページの,下の一番下の段落に、えっと、無限責任社員の話は今回出てこないんですかっていう理由が書いてありますが、まあ、A 会社が、 合名合祀。 B 会社が株式合同の場合に個別対価が省略できないという話はないんですかというと会社分割ってもともと合名合資が A 会社になれることはないからだということでここは債権者ご手続きの勉強ではなくその前のどんな会社が組織再編できるかの話になっていくわけですが A 会社が合名合資ってことがないので合名合資から株式合同に請求先が変わるということ自体が会社分割の場合にはないんだということを押さえておけば結構です。 では502ページの方に行きましょう今度は株式交換です株式交換図表の4の6の7を見てくださいさあこれもですね株式交換がどんなものかといった話は今回は省略していきますが A 会社が完全子会社で B 会社が完全親会社ですねでこれ株式交換というのは A 会社の株主に、まあ、B 会社の株式を交付していくあ ちょっと本を持っている方は427ページ見ちゃうと分かりやすいと思いますがちょっと画面にも出しますが A 会社の株主スモール A をうちの会社の株主にならないよって言って B 会社が A 会社に株式を発行するわけです。つまり このスモール A が持っているのは A 会社株式ですからそれを B 会社がもらっちゃって100%会社にあ発行するというか100%会社になるわけですね426ページの下を見ると分かりもっと分かりやすいですが B 会社が B 会社株式をスモール A に発行してスモール A から A 会社株式を受け取るというのが株式交換です、まあ、この株式とこの株式を交換するから株式交換なんですがそうすると えちょっとごめんなさい言い言間違えましたスモール A が B 会社株式を発行してもらったおかげで B 会社の株主になってでそれからあスモール A から A 会社株式を受け取ったから B 会社が A 会社の100%親会社になりますこれが株式交換つまり株式交換っていうのは B 会社と A 会社を完全親子にする手続きなんですね完全親子にするだけですから えー、と権利義務の承継がないってことを押さえてください合併とか会社分割の場合には権利義務が承継されますが株式交換権利義務の承継ないんです財産の承継ないんです株式交換するだけなんですスモール A が B 会社の株主になって A 会社の株式を全部 B 会社が受け取るだけですから B 会社が株式を発行して A 会社にとっては株主が変わるだけというのが株式交換の本質なんですよ これはちょっと今日詳しくやりませんが、財産の承継がないわけです。で、財産の承継がない証拠として、不動産登記法で会社分割や合併による所有権移転登記ってやりますが、株式交換による所有権移転登記ってやらないですよね。株式交換で不動産が移転することないからです。 合併は財産の承継があるから A 会社から B 会社に権利義務が承継される所有権が承継されるってことはあるしそれから会社分割でも、えー、権利義務の承継がありますから財産が承継されます不動産が承継されれば所有権移転登記が必要になります。株式交換に関しては 財産の承継ってないんですよだから不動産投機で所有権、移転投機年額株式交換なんてないわけです。もう株式が変わるだけですからね A 会社からしてみればあ今までスモール A が株主だったのにこれから B 会社が株主か100%子会社になっちまったなということであって、えー、株主が変わるだけだし B 会社は新しく株式を発行するだけですから権利義務の承継がないのが特徴財産の承継がないのが特徴です。 ページの図を見てください権利義務の承継がないということは、X、の請求先は相変わらず A 会社、y、の請求先は相変わらず B 会社です。ということで請求先が変わらないことが分かる請求先が変わらないことが分かるじゃあ次に請求先が変わらないってことは1段階クリアですが。 次、弁済視力が落ちるかどうかまず A 会社から考えましょう A 会社って権利義務の承継ありませんから言ってみれば今までスモール A が株主だったものが B 会社が100%株主になるだけですから A 会社で起こっていることは株主が変わっただけ A 会,社で変わること A 会社で起こったことは株主の変更なだけです A 会社で起こったのは株主の変更さあ 株主が変更したことで X を保護する必要ありますかないですよね。じゃあ皆さん今まで株式の譲渡した時に債権者ご手続きいりますかといらないですよ。株主が変わるっていうことと債権者ご手続きはつながらないですよね。 株主が変わるだけで債権者お手つきがいるならば株式の譲渡をするだけで債権者お手つきがいることになります。でそんなことはありません。ということで A 会社では株主が変わるだけなんだから債権者 X を保護する必要はない A 会社では株主が変わるだけなんだから債権者 X を保護する必要はないってことになります。で次 B 会社でも原則債権者お手つきはいりません。B 会社でも原則 B 会社は何するかっていうとスモール A に株式を発行するだけ募集株式の発行でで者法手続きいらないですよね。皆さん今まで募集株式の発行の登記をする時に再建者法手続き関係書面つけませんよあうちの会社株式発行するんですとき時に株主総会を開いたりなんか申し込みをしてもらったり割り当てをしたりとか。 払い込んでもらったりしてそういうのを証明したりしていきましたけれども債権者お手続きをしてそれを証明しなければいけないなんてことにはならないですよね。ということで B 会社は株式を発行するだけですからスモール A に株式を発行するだけですから今回は債権者保護手続きの勉強してますからちょっと本質まではお話ししてませんが、まあ、実際の講義ではこの組織再編は詳しく発想のところからお話をしていきますけれども B 会社では 株式を発行していくだけですから債権者お手つぎはいらないよ募集株式の発行と一緒でしょってことになります。というわけで503ページの上から12345行目まさに募集株式の発行と変わらないんだということで502ページの例外という項目の一段落上以上のことから真ん中ぐらいですね例外っていうふうに書いてある3行上。 以上のことから株式交換をする場合は A 会社においても B 会社においても債権者保護手続きは必要ないのが原則だこれをまずしっかり押さえてくださいさあ株式交換では例外的に2つ例外的に2つ債権者保護手付きが必要なケースがあります例外のところを見てください株式交換の場合に債権者保護手付きが必要となのは2つの例外がありますまず1つ目は 実は株式交換においても債務が承継されることがあります株式交換で権利義務の承継ないんですけど一つだけ債務が承継されることがあるんですよ債務が承継されればつまり会社からすれば債務ですねつまり 請求先が変わる債権者 A 会社から B 会社に請求先が変わる債権者がいるケースがあるんです。それはどういうケースかというと、五百四ページの頭の図を見てください。で、このテキストではもうすでにここのページまででお話を済んでいるので、あまり詳しい説明はされてます。結構されてますけどね、えー。もっと前のページに詳しくされておりますが、五百四ページの頭の図に Small A ダッシュがおります。 この A' は新株予約権者新株予約権者に B 会社が新株予約権を交付することができますよね。そうすると A ダッシュは B 会社の新株予約権者になります。B 会社が A ダッシュに新株予約権を交付することができます。新株予約権者が A 会社の新株予約権者のままだと A 会社の新株予約権者が新株予約権を行使して100%予約が崩れてしまうことがあります。 ですから A' に対してうちの進化別件じゃなんなようちの進化別件じゃなんなよってことで B 会社がスモール A' に進化別件を交付していくことができるんですねそうすると A' は B 会社の進化別件じになります ただこれは別に債権者保護手続きいりません。だから新株約権が承継されましたと、新株約権が承継されましたって時に別にそれだけで債権者保護手続きが必要となるわけではありません。皆さんに考えてほしいのはこの新株約権がただの新株約権ではなく新株部権付き社債の場合です。504ページの下の図を見てください。 新株予約権付き社債の場合には、新株予約権付き社債を交付しなければいけない。新株予約権には、新株予約権、目には目をの原則ですが、新株予約権付き社債権者には、新株予約権付き社債権を交付しなければいけない。つまり皆さん画面見てもらうと、この A' っていうのは、新株予約権付き社債権者ってことは、社債権者っていう債権者なんです。で、これが、 B 会社が新華別件付き社債交付したってことは B 会社の新華別件付き社債権者になりますから B 会社の債権者になるんですよつまり株式交換においても債権者が A 会社の債権者から B 会社の債権者になることはあるんですでこの場合には誰を保護しなければいけないかっていうとこれまず Y です B 会社の債権者を保護しなければいけない ライバルが出現すするからですあれうちの会社に新しい債権者来るじゃねえか俺大丈夫なのかよ俺弁済受けられんのかよ心配しますから Y に対する意い手続きをしなければいけないでもう一人はこの A' ダッシュ自身ですあれ僕今まで進化別件付き社債権者ってことで A 会社の債権者だったんだけど B 会社の債権者になったんですけどってことでこの A' ダッシュも保護しなければいけないよってことになりますということでこのようにですね 新株別件付き社債の承継があるときにはまず B 会社で全ての債権者を保護してこの新株別件付き社債権者を保護していかなければいけないんだといった形で押さえておいていただければと思います。でこれが例外の一つ目新株別件付き社債の承継があるときには B 会社の債権者とこの新株別件付き社債権者を保護しなければいけないんだということです。 でもう1つがこちら505ページの図を見ていただくと分かりますが財産流出型ですえどこで財産流出するんですかというと B 会社がスモール A に対価を発行するときに株式を発行すると言いましたが株式以外の対価を発行する例えばお金お金を渡す株式交換のの対価がお金の場合です株式交換の対価がお金の場合には B 会社から財産が出ていく。 B 会社から財産が出ていきますからこの場合には B 会社で債権者保護手続きが必要 B 会社で債権者保護手続きが必要になりますよろしいでしょうかでこれで、えー、全てになりますでは下のポイントを見てください原則株式交換ではいらないってことを押さえてくださいで例外としてまず一つ目 株式交換契約、新加別件が新加別件付き、社債である場合、これは、まあ、承継する新加別件が社債付きの場合ということですね、今回、詳しい言葉は省略します。で、B 会社ではすべての債権者に対して、A 会社ではその社債権者に対して債権者ご手続きが必要になります。で、もう一つ、株式交換対価が株式以外の財産流出型の場合には、B 会社ですべての債権者に債権者保護手続きが必要になります。では、これを言います。 よろしいですかねあのサボっちゃだめですよ、思い出すのが勉強ですからね。では次のページいってください。えー、506ページあの、株式交換は手続きは簡単です、全部基本パターンです、個別催告が省略できないという例外はありません、ポイント、基本パターンの通り、二重広告をすれば個別催告は省略できます。 で次株式移転が書いてありますが株式移転は特に説明する必要ありません、えー、株式移転は B 会社は新しく設立する会社ですから債権者ご手続ぎはいらない A 会社は株式交換の A 会社と一緒株式交換の A 会社と一緒というふうに押さえてください株式交換の A 会社と一緒ということになりますでは、まあ、こんな形で、えー、理解をして記憶をする理解をして記憶をするということが分かっていただけたかと思います ではこれで一通りの話は終わりにしたいところではあるんですがあのレジュメっていうのをお手元にあるでしょうかでこのレジュメ自体は、えーっとですねまあ、1ページのところはちょっと講義の復習の仕方とかですが2ページ開いてください復習問題集、復習問題集これがありますこの講義には皆さんに復習問題集をお配りをしてこれを基本的にやってもらいますもちろん自分で過去問演習してもいいですが、まあ、この年内においては なるべく今言ったように丁寧にインプットしていくっていうのが主眼ですからその時間を潰してまで過去問演習してもらいたいとは思ってませんね年が明ければ過去問演習やる時間は当例に合わせてできますだからまずはあまり焦ることなくインプットをしっかりやってほしい。 でこうやってちゃんと理解をして記憶するってこと時点で大変だしそれをサボっていきなり当然からやればいいでしょうみたいな安直な勉強だとやっぱりうまくいかないんですね。ですからしっかり今言った基本的な勉強というのをやってほしいというふうに思ってますがただそうは言ってもちょっと問題解きたいっていうバランスが大事だと思いますからもう最低限これだけは今日やってくださいね全員がこれぐらいやってくださいねっていう問題集はお配りをしてそれをやってもらいます。もちろん時間がある 専業だという方は自分で過去問をしっかりやっていただければいいんですがそうじゃない方はインプット中心にやってほしいんですでもこれだけはやってほしいってものをお配りをしますから最低限これはやってほしいということでお配りしますからしっかりやっていただければと思いますではちょっと残り時間ないんですけどここまで勉強するとちゃんと解けるってことを確認しちゃいましょうちょっとすぐ下に答えがありますから隠しながら言ってほしいんですがまずは一問目二ページの一問目はい、二十秒でやっちゃってください 簡単な問題を選んできたわけではなく基本的に債権者お手続きの過去問を、えーまあ、基本的に選べるだけ選んできましたでこれは「丸ですね、えー、何が「丸かというとほらほらほら九州分割よく出るんですよで分割においては、えー、B 会社小型会社においては常に債権者お手続き必要ですね A 会社から債権が来ますからライバルが増えますよねで分割会社においては債権者お手続きを取る必要はない場合があるその通りですね A 会社においてはもう請求先が変わらない債権者ばかりだつまり A 会社が債務を平存的に引き受けたよみたいな場合には請求先が変わらない債権者がいてしかもえ人的分割相当行為をしないというのであれば債権者を手続きいらないケースありますよねということで丸がつけられるかなと思います。次2つ目どうぞ これも九州分割の英会社の話で、す。英会社で、会社に対して履行請求を引き続きできませんって時にはもちろん債権者を手続きいりますよね。ですから、述べることができないが罰になります。で次、ちょっと長いですが3問目どうぞ。 え前半部分はもういいですねあの途中から見てもらうと、まあ、C 会社が分割会社で D 会社が設立会社の新設分割ですが C 会社に、えー、請求できない C 会社に請求できなくなるえつまり請求先が変わる請求先が変わるんだから再検者を提出必要です意義を述べることは できまますすよね罰になります前半部分は「簡易手続きの場合」って書いてありますが「簡易かどうかっていうのは債権者保護手続きがいるかいらないかには影響しません今日出てきませんでしたもんねでは時間もないんでどんどんいっちゃいます次4番目これ今年の問題ですね 九州分割をする場合の分割会社から A 会社の方ですね A 会社に A 会社の A 会社に対して債務の履行を請求することができる分割会社の債権者 X は九州分割会社に対し九州分割で意義を述べることができるって言い切っちゃダメですよね。 だって相変わらず税会社に請求できる請求先は変わらないんだから債権者お手継ぎは原則いらないですよね。でもちろん、あのー、人的分割相当行為なんかでできないケースもありますができるって言い切るのは罰ですよね。では次です。ほらこれ過去問全部選んできましたけど基本的にこういう理解ができてればできる問題ばかりです。では5問目やってみてくださいどうぞ。 丸がつけられましたか株式交換というのは親会社でも子会社でも原則債券、ねえー、の,の承継がある場合つまり新,新株予約権が新株予約権付き社債の場合ですがその例外まで除いてくれてますから問題なく丸ですねでは次6ペ、えー、と4ページの6番あと2問です頑張っちゃいましょう まあ基本的に A 会社、つまり株式交換の完全子会社の方では債権者お手継ぎいらないのが原則ですが定められていないっていうのは罰ですね。あの 新株権付き社債が承継される場合にはそいつを保護しなければいけないよって例外があるから例外はありますだから定められていないではなくあそういう場合には保護しなければいけないよっていう定めありますよねだから定められていないと言い切っちゃ罰です確かに原則としては債権者後手続きいらないけれども定められてはおります、えー、そのですねスモールダッシュが新株権付き社債権者に対する保護は必要ですからその手続きは定められておりますから罰です でどうでもいいんですけどこうやって理由が書いてあります生じることはないのでこういうふ、ね、に理由が書いてある場合には大体罰ですねこれはもう誘導したいわけですよあそういう理由だからこれはいないなみたいな感じで誘導したいわけですから大体問題で、えー、こうやって理由が書いてあるってことは誘導しているので、まあ、罰になる可能性は高いですけどそれはちょっと雑談ですでは最後ですごめんなさい時間過ぎてますけど 7, 7問目これだけやっておしまいにしましょう これ株式交換ですよねで株式交換でほらここ財産が金銭のみつまり株式交換親会社で財産流出型株式交換親会社で財産流出型財産流出型ってことは親会社の債権者を保護しなければいけないので、えー、親会社の債権者意義を述べることができないが罰ですね。 えー、子会社の債権者、親会社の債権者もつてますが、親会社の債権者は、あら、うちの会社、お金出てくじゃねえか、財産流出するじゃねえか、俺を保護してくれなければ困るだろうってことになりますから、異議を述べることができないが、罰になります。よろしいでしょうか。さあ、こうやって、えー、債権者保護手続き、ここまで理解すれば、どの過去問を解けるようになります。で、実際には、もっとゆっくり家で復習をしていただければいいので、もうこの場で解いてあって。 あ前解けなかったものが解けたってことになるじゃないですかこうやってインプットをして記憶をしていって知識を入れていって回答力を高めていくといったことをですね年内のところで積み重ねていってしっかりこう得点できるようにしてくださいこの V マジックのテキストでは一番最初にもお話した通りりとにかくまあ合格に必要なことはすべて入っておりますからそれを一つ一つこのように講義に合わせて学んでいってください で講義では毎回毎回範囲をあらかじめ指定しております例えば民法の範囲であればもう1回目にももうう皆さんもう申し込まれている方はお配りされていると思いますがその範囲がもすべて決まっておりますそれをしっかり毎回予習型で予習するあるいは復習型で復習するという形で講義に合わせてこの V マジックを使っていただければもう合格レベルに必要な知識がもうこのように 深い理解のもとに身についていくはずですであとはそれをしっかり復習してで年明けで当練でしっかり演習してもらうといった形になりますその年明けでしっかり当練を利用できるためにはまずは理解を伴った土台をしっかり作っておく年内にしっかりそれを一緒にこなしていって 合格を目指していいただければと思いますもちろん大変だと思います大変なんですけどこの試験って大変なことをやらなければ受からないその大変なことがやっぱりやるんだから受かるやり方の方がいいですよねしっかり土台を作って合格できる力これをつけていきましょうではちょっと模擬講義の方はこれで終わりという形にしますもし一緒に勉強できるよって方があれば是非ですね一緒に勉強できるのを楽しみにしておりますそれでは終わりにしましょうお疲れ様でした